メシ、相沢ちゃん、こんばんは。こんばんは。相沢ちゃんが好きなアニメは、よすがの空。よすがの空だという情報をキャッチしました、はい。自分も見ていたアニメだったので、一気に親近感が湧きましたよ。兄弟愛を描いた話題作。相沢ちゃん的に理想のお兄さん像って何かありますか？おお。うん。あ、いいぞって言ってる人がいっぱいいる。よすがの空。うん。ねえ、でも、ね、私今まで見たアニメの中で一番泣いたんですよ、うんうん、それ聞いてさ、すごい気になったの私も。まあでもエロゲ原作のね、ちょっといやダメだった、すごいそうダメだった、あのオブラートに包んで言うのかなと思ったけど全然そんなことなかったね。いやもうここまで来ると気持ちいいよ、うん、大人向けのねゲーム、もう遅いよもう遅いよ生放送だからしっかり流れておりますね、うん、なんです原作がそうなんですけれども、うんうんうん、そう兄弟愛、私そらちゃんルートが一番好きで、うん、実はゲームをプレイしたことのないにわかではございますけれども、アニメを見ていて、うん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 、いや兄弟ね、うん、あの本来結ばれてはいけない関係であるじゃないですか、うんうん、その二人があの結ばれる瞬間というか、うん、ぜひいいよね、うん、そういうのね、そう、わかる、なんかそうね、そういう目線じゃなくて、ああいう目線で見る、あのあのちょっとシナリオとしてストーリーとしてね、よく言った私今そういう目線じゃなくて、ああいう目線、ああいう目線でね、そう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 、そうです、大事大事、わかる、あのなんか作品アニメの中だからとか、はい、なんかそういう一つのフィルターがもちろんかかっている上だけども、うん、あのこういうなんか作品ってなんか懸念しがちだけど、実はストーリーしっかりしてるとか結構あるから、なんか隠れた名作たくさんありそうなんだよね。よすがの空いいですよ、ね、夜になると BGM が私の頭の中で流れてくるんです、うん、そう、音楽もいいんだ、じゃんじゃんじゃんいいんです、そうなんだ、ちょっと確認してみよう、私もちょっと気になったんですよこのお便り見て、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、全然質問答えない、ああそうだった理想のお兄さん像ありますか、お兄さん、お兄さん、やっぱお兄さんいますか、私ね弟が2人の、あーすごい、やっぱなんだろう、犬、近所の怖い犬から守ってくれる敵じゃないですかそういうのよく、お兄ちゃん犬が怖くて通れないよ、ああ任せとけ俺が先導してやるぜって、ああ頼りがいのあるお兄ちゃんってこと、そう、うん、なるほどね、あのしっかりしてて、あの守ってくれるお兄ちゃんってこと、そうですね、ああなるほどね、じゃあ王道お兄ちゃんじゃないですかこれ、なんかハテナいっぱいするけどなんだろう、あの例えに犬が出てきたの初めてだったの、お兄ちゃん、栗林さんみたいな人、栗林さんみたいな、栗林さんって言って伝わればいいんじゃない、みんな、みんな分かるもんなの、みんな大好き栗林さん、私のマネージャー、そうマネージャーさんなんで、今そこにいらっしゃるんですけど、あの栗林さんというね、あの相沢ちゃんのマネージャーさんが、これみんなに伝わるの、え、そんなに有名なんですか栗林さんって、そんなことないですよね説明しなきゃいけないから栗林さんについて説明しなきゃいけないから、そうあの私のマネージャーでもそんな中入会してくれる方がいらっしゃいました、ありがとうございます、栗林さん情報が気になったかもしれない、そうですね、ありがとうございます、これ以上は出ないと出ないです、これ以上は、出てこないですね、ありがとうございます、マイシーさんどうですか、お兄ちゃんは欲しかったね、でも具体的にこういうお兄ちゃんっていうのはあんまりないかも、お兄ちゃんという存在がただ欲しかったかもしれない、あ上がいない分、うん、頼れる人、なんか上から教えてもらうとかそういうことがなかったから、いとこ関係でも全部の年上なの私、そうだから、え、なんでそのずっと、割とコメントに栗林さん情報が来るなと、え、結婚に悩んでる栗林さんちょっとごへ、それは私の勘違いです、あそうなんだ、ね、あの悩んでるあのメディアリテラシーというものが大事な時代でございますので、皆さんしっかりとした情報のみを掘り下げたいわそれ、栗林さんに栗林さん出てきてほしいくらいですね今ね、本当ここまでさ栗林さんの名前が出てくると思ってないと思うし